隠れ到着。そんなに時間は経ってないのに、すごく久しぶりな感じがするわね。それではな、カカシ。ああ、いろいろと助かったよ。さて、俺たちもここで解散だ。二人とも、体をしっかり休めとくように。はい。そんじゃ次の任務に向けて、一楽のラーメン食って体力回復しとかないと。あんたって本当にラーメンバカね。次の任務ね。どうやら俺はそれに付き合えそうにないな。前の戦いでチャクラを使いすぎた。次はあいつに代わってもらうか。いけるぜ。へえ、うまかった。さてと、腹は膨れたし、これからどこに行こっか。ん、久しぶりだな、ナルト。誰？冗談が過ぎるな。俺のことを思い出せないのはありえないことだ。いや、本当にわからないんだけど。あれ、怒ってる？いいだろう。自分で思い出せないのであれば、こちらから無理やり思い出させてやる。いきなり、なんだってばよ。
さっきの虫、それにそのめんどくさい喋り方、お前は死の。やっと思い出したか。いや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 、そんだけ顔隠してりゃ誰も気づかないって。仲間ならどんなに顔が隠れていても覚えているのが当然なはず。やべえ、拗ねてる。おーい、シロ。ごめん、待たせちゃったね。お、キバとヒラタか。おいおい、ナルトじゃねえか。ナルトくん。いや、久しぶりだな、二人とも。なんだそりゃ、いきなりシノと喧嘩してんじゃねえよ。いや、喧嘩っつうか、なんつうか。あ、何にせよ、お前もあまり変わってないようで安心したぜ。ん？そういや、お前たち三人集まるってことは、これから任務か何かか？そんなに難しいものじゃないけど。そっか。じゃああまり話をすんのも悪いな。三人とも任務頑張れよ。うん、ありがとう、ナルト君。ナルト、二人にはすぐに気がついたものだ。まだ拗ねてんのかよ。よっしゃ。これが一国を落とした力だ。任務開始。まだまだいけるぜ。あれ？よう、砂隠れから帰ってたんだな。あ、鹿丸、それに長次。久しぶりだね、ナルト。相変わらず食ってばっかだな。そんなんだからお前、昔よりデブ。誰だ？見つかりましたか？わざわざ殺気を出して俺たちを挑発してんのか？お前、何者だ？渦巻ナルト君、君の実力を測らせてもらうよ。おいおい、問答無用かよ。長次、ナルトを援護するぞ。任務開始。Thank you.
なるほど、これが君の実力か。大したことないんですね。てめえ。とりあえずここまでで十分か。ナルト君、また後でおかげさまの屋敷で会いましょう。おかげの屋敷って、おい、あいつ一体何者。王子、やっぱりここだったのね。ったく、アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ごめん、イノ。なんか変な奴が襲ってきて。変な奴？ってあんた、ナルトじゃない。お、オス。いや、変な奴ってナルトのことじゃなくて。なにを、久しぶりじゃない。なるほどね、あんた知らないうちにその人に迷惑かけてたんじゃないの？え、いや、そんなことないと思うんだけど。まあいいわ、そんなことより今はアスマ先生の件よ。ほら長次、引っ張ってでも連れてこいって言われてるんだから、さっさと行くわよ。わかったよ、いいの。騒がしい奴ら。さっきの件といい、どうもきな臭い感じがするぜ。気をつけとけよ、ナルト。おう。よっしゃ。おっす。あれ、あんたちょうどいいとこに来たわね。呼びに行く手間が省けたわ。いや、ちょっと気になることがあって、って。ああ！どうも。てめえは！なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがこんなとこに嫌がんだ！さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力ってものを知っておきたかったんだ。同じ班だと？そうだよ。サイはこれから君とサクラと組んで任務に従事することになる。え？誰？僕はカカシさんの代役として君たちの隊長になるヤマトだ。ヤマト隊長？というわけでだ、今からこの4人で任務を行ってもらう。ちょっと待ってくれってばよ。意味がわかんねってばよ。だいたい、カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。だが、今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。カカシ先生が。さて、話を進めるぞ。今回お前たちにやってもらう任務は偵察、そして捕獲任務だ。前に暁のサソリと交戦した際、奴のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。そしてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地教で連絡を取り合う手はずになっています。しかし、それが暁の藁である可能性も考えられますね。しかし、そのまま見逃すわけにもいかん。オロチマル、ひいてはあのウチハサスケの情報が手に入る可能性があるからな。サスケの情報が？そこでお前たちには今から天地教に赴いてもらい、スパイを拘束、そして木の葉まで連れ帰ってきてもらう。了解しました。よっしゃ。